はい、こんにちは、ショートです。ポケモンソードシールドのシングルランクマッチやっていきます。で、今回は純正受けループでマシェードを使っていきます。マシェードが両方のウーラオスとミトムを受けれるっていうところで、そもそも受けループで結構しんどいウーラオスと、あとバンギラスを特殊受けで採用してる関係で、ミトムが結構きついんですけど、その両方をね、解消できるっていうところでマシェードを使っていこうと思います。で、これドヒドイデとマシェードとヌオーなんじゃないかな、選出。そうなるとポリツがありえんきついなぁ。これポリツどうすんのって考えると、バンギ欲しいでしょ。でもバンギ入れると、バンギドヒドマシェードじゃ多分地箱がきつい。でマシェードヌオバンギだとエースバンがしんどいかなぁ。エースバンだいぶ怪しいなぁ。あとウオノラゴンが無理だから、相手はポリツ、エースバーン、でもそっか、全部は出てこないのか。来ないのなんだろうな。バンギから入ってドヒドイで奥の確定、アット1、ジバコイルが来ない方にかける。地箱だけちょっときついな、これ。なんかいい方法ねえかな。バンギラスに自信を入れるとかで、そもそも解決したりしそうだけど、入れるスペースもな。なんか上から、わかんないわ。お前から来るんか。これどっちだ。でも鋼格闘電気全部あるやつだったら引くんだ。ウーラオス、ブドウクマシ、ってことはボディプレがないか、自信をケアしたからね。自信ないにしても、自信じゃないや、ボディプレないにしても、結局ラスカとか打たれ続けてるだけでまずいからな。マシェード行くか、行ってこい。ジバコよりまた出てきちゃった。じゃあここ熱湯だったな、ジバコ焼けばな、まだあったんだけど。これきついな。何が正解だったのじゃあ。ポリツだったらドヒドイで外してヌオか。で、エースバンだったらバンギ外してヌオだったって感じかな。鋼技ないならマシェードでいけるんだけど。絶対あるよな。直帰でどうせラスカ10万ボディプレイボルチェンとかじゃないのかな。技を一個ずつ見ていくしかないかな。ラスカワール、これ火力結構ない、なんかやたら強くね。やたら火力あるよな、これ今の。メガネじゃね？多分だけど。ラスカレンダー、これメガネだわ。それはちょっとチャンスがあるぞ。多少なり。熱湯で焼きたい、早く。ほんとに、お願い、マジガチお願い。ちょ、やいで、ガチ焼け。焼かないか。これ、地箱ありえんしんどいやつだな。
相手な、これラスカレンダーでいいもんな。ガチ困ったな、これ。で、番組に引くと砂起きちゃうけど、でも引くしかないよな。ラスカで D 下がってるのを直したい以上は。これ多分バンギクソいてんだよな。あーでかくなってきた。第3打かな。あーまあでも大スチルで絶対持ってくみたいな話もある。どっちだ、優しい方、優しい方だったけどバンギ寝れなくなったぞ。これちょっとまずくね。70ぐらい入ってて、この倍入るわけでしょ。元技はラスカだから威力がとんでもないことになるわけではないんだけど、ちょっと第3弾もう一回打ってくんね。ドヒド引くよ。 OK、暇だったんですけど打ちました。で140の4分の1だから、まあ40、50ぐらいか。でこれ多分守って大丈夫なやつなんだよね。バンギ寝れなくなったのはちょっと困るけど、さすがにそうだよね。ここはスチルだよね。入る、オッケー。いやでもポリツが怪しいな。バンギこんだけ削れちゃうと。いやこれでもまだあるよ。ジバコチビになって、まあラスターカノンにドヒドヒで後投げして、ウーロスがいるからマシェードも雑にいけなくて、いやラスト一体次第だな。多少それに依存するところがあるけど、あー引、まあ引くか。武道くまし、だからステロ負けてるから、いやーでもジバコにもさ、ウラオスにもさ、ステロ全然意味ないんだよね。でこう感知が無理なんで、マシェードに引きますと。いやー釣ってくんのうめえなー。全部もうここね、いやしんどいなこれ。ここちなみに僕だったら電気技を押すんですけど、マシェードからするとジバコより別に言うことないから、僕なら電気技を押すんですよね。ボルチェン、なんでマシェードでジバコよりに突っ張ってんのって話だけど、地面の一環切れないとな。こいつのメガネボルチェンだけで結構ケサイクルは苦しい感じがありますよね。ちなみにこう出てきた人寝るけど、オッケーオッケー、ポリツ寝るじゃん。やったやったやった、オッケーで、おやすみー、おやすみー。でここはバンギ、うわー、ここも引いてくんのか。ジバコイル、まあでもバンギとジバコイルが対面しちゃう分にはまあ大丈夫で、バンギで守ってジバコイルの技見てから考えます、次の手を。ちなみにここ電気技はまだ耐えるね。
実はでもちょびちょびマシェードも削れてってるからウーラオスが後でやばくなるな。まあ、守るしかないですね。バンギのヒットポイントがちょっと残飯で稼げるのがいいかもしれない。でボルチェンとかだったら寝に行った方がいいかな。寝ないとでもバンギ追いつかないよな。ヒットポイントラスか。次 D ダウンしたらさすがにちょっと無理があるな。土俵入りじゃヒットポイント満タンとはいえ、いやーメガネ地箱が強え。ブドウクマシ、ブドウクマシきちゃー。ただいいよ、相手だけこれ削れてくもん。でしかもポリツしかヒットポイント回復するやついねえから全然それはいいんだよな。ねえ、ドヒドリデが削られるのがまずいんだよな、とにかく。誰削られてもまずいけど。殴ってくる。ちょ、ここ焼いて。こいつをしばけば。あ、あんま強くねえぞ、これ。大丈夫な方じゃん。焼け焼け焼けど、引け、うん、うーん。でもウロス結構削れてきたな。ここは自己再生で次耐えると思う。暗黒強打、これウラオス相手捨てに来たな。そうなるとこっちはマシェードを捨ててよくなったり、割と好都合なことが多いんだけど。いやこれ TOD はでもね負けないよ多分。いやーまあでもポリツに TOD されること考えるとマシェード別に捨てたくはないな、積極的に。再生連打だね。さすがに。まあ、引くと思うんだけど。あ、よかった。再生しといて。危ねえ。オッケー。いや、これはドヒドバンギでめちゃくちゃ頑張ってる試合だけど、ウーラオスのために本当だったら別のポケモンだったら、ドヒドバンギが、ドヒドイデかな、主に。がウーラオスに対して出張しなきゃいけなくなるから、それをマシェード1体で見れてるっていうところで結構、いいと。で、マシードとジバコイルが対面するのが一番まずいんだよな。再生連打で。なあ、ここ引きか。ここ読めたな。ポリツーなんだ。いいですけどね。これ、ウラオス次出てきたら砂とステロでもうだいぶ、さよなら圏内だね。で、TOD ならこいつの前でバンギは寝ていいんで、それも勝ちと。そうすると、こっちマシードの削れ分しか入ってこないから、相手、ジバコとウーラオスが結構削れてるので、って思ったんだけど、ブドウクマシまた来た。ブドウクマシ来ちゃう。なんでだろう。あ、でも釣ってんのか、これ。こっちからするとでも別に裏に引くだけっちゃ引くだけなんだよな。毎回その分、バンギはちょびちょび回復していくし。全然いいんだけど。だからここマシェード投げて、マシェードでブドウクマシ倒すと、多分困るんだよな、絶対。だドヒド引きの方がいいと思う。なんでかっていうと、ジバコに対して統治化して技見てから、行動決めるっていうのが必要で、マシェードだけ守るとかそういう技がないから、こうなるんじゃないかな。暗黒強打。インファ打ってくれるとな、安いんだけど。確定急所は、これ以上のダメージが出ないっていう、ちょっと安心感ある。急所だったらやばいみたいなのが存在しないっていう。オッケー、でもこれ、ブドウクマシ、マジだいぶ削れてきたぞ。いけるいけるいける。あとはこっちだけ、なんか一体失うことを先にやると、ポリゴン2で、ゲームエンドがあるんで、あとこっちの多分ね、切り気づいてないから、ポリツをあんまりドヒドヒと遊びたくない気がするんだよ。相手なんでこれ硬くなり突っ込んでくんだろう。呪縛にさっさと。引くと思ってるんだけど、これまあでも安定感あるな、回復してるだけっていう。オッケー、結構削れてきた。次のステロでさすがに死ぬ。ブドウクマシはここも再生連打かな。引かれてもいいよ。引き
ポリツ、ポリツは全然いいんだけどさ、マジで。しかもこいつまだ行動してないよな。捨てろね。ポリツめちゃくちゃ削れてきたぞ。うん、スカスカになってきたじゃん。オッケーで、これはまた番組引き。アイアンテールがあったら知りません。砂ターンは一旦か。まあでも番組だな。ねえ、眠っちゃってジバコくんのが一番やばいかな。相手ブドウクマシもう捨てれないはずなんだよね、そんで。まあ少しでも6ブラで、なんならさ、これいや勝てえな。救助、ちょ、ごわすごわすごわす、起きんな起きんな起きんな、起きんなかったらそのままポリツで倒して勝ちなんだけど。オッケー、4回。起きる。けど、放電は、麻痺なければこっち上から殴るよ。オッケー。相手ここは再生しなきゃいけないターンだから、さすがに、6ブラでいいと思うんだよね、こっちは。あ、これワンチャンある、ワンチャンある、ワンチャンある。もう一発、もう一発、もう一発、オッケーオッケー。ナイス、ナイス、やったこれは勝った、さすがに。試合時間もう15分ぐらい経ってるから結構あれだけど、オッケーオッケーオッケー、助かった。相手絶対起きねえと思ってさ、適当にさ放電をしたでしょ。で、まひらせたらいいかみたいなさ、見え見えだからね。一箱、ちょ、メガネ鬼きつかったけどなんとかなるわ。守る、ドヒドバンギ頑張れるな。頑張ってなんとかするっていうあれが、ちょっとそういう余地があるわ。それがいい。ハピナスにはちょっと存在しない要素かもしれないけど、頑張る要素は。で、10万だったんで、メガネ10万、砂ないとさすがにバンギこの HP じゃきついよな。まあ、シェードいきますか。多分耐えて、木の実食うぐらいじゃない。さすがに死にはしないと思う、半減だから。いくらなんでも。死なないよね、いくらなんでも。お願いお願い、死ぬなよ。オッケー、オッケー。はいはいはい。塩をして地下水かな。次も耐えるし。10万。うん、ラムはさすがにないはず、地箱で。それはちょっと考えてなかったな、それ。まずいかもしんない。オッケー。いやー、こうなるんだったらここ、月ピカとかが良かったけど、光合成とか。どんぐらい回復するかな。回復量雑魚だとまずいけど。どんぐらい回復する？あ、まあ十分じゃね？オッケー。そしたらあともう時間使った方がいいや。時間使うの本当忘れてた。さすがに勝った。最悪ダイマックスして大ボールも打てるわけだし、バンギもなんなら一発耐えるでしょ。ジバゴの10万こっから露骨に時間使うタイムだわ。いや、マシェードマジでね、なんかね、選出がしやすい。すごい、その今までの受けポケモンって、例えばバンギラスだったら特殊受け、物理はちょっと結構見れないみたいな、ドヒドぐらいだったかな、両方受けれるのがタイプ合わせてっていう雰囲気だったんですけど、まあ、物理にはウーラオスに投げて、ミトムとか、水タイプ、あと、ま、キノコの方針で無理やり、助けも出してもちょっと。オッケー。まあ、これは気持ちはわかる。時短だ、時短。時間短縮ね。オッケーです。じゃあ、これで終わります。おっつ。